どうも皆さんこんにちは。オーダースーツ M2 プラントの大野と申します。今回はですね、僕が個人的に新しく購入したループタイ、こちらのご紹介をさせていただきたいと思います。では早速ですけれども、そのループタイがこちらですね。ちょっと和のテイストの模様なんですけれども、これが伊万里焼のループタイなんですね。あの焼き物の、伊万里焼というと、場所で言うと今は佐賀県あたりですね、ちょっと九州の方。これでもう400年ぐらいの歴史を持つ、まあ、伝統的な、まあ、焼き物でして、これは、陶芸家の立川清風さんという方が作られたものになります。そしてこのループ台なんですけれども、やはりその独特のまあ技法というものが使われておりまして、それが全面仕上げと呼ばれるものなんですけれども、僕もあまり焼き物についてあの詳しいわけでは全くないんですけれども、まあ、一般的にその焼き物っていうのは、まあ、壺とかお皿とかもそうなんですけど、縁の部分とか、あるいはその底の部分とかが普通だとやっぱりザラザラしてるそうなんですけれども、この全面仕上げというもの、ちょっと詳しい技法に関してはまあ極秘ということだったんですけれども、この全面仕上げというやり方をすることによって、その縁だったり、例えば底の部分というところまでもそのザラザラとした感覚をなくして、まあ、全面がつるっとしたこう綺麗な仕上がりになるというものでして、実際今僕がしてるループタイも表面だけではなくて、縁やこの後ろ側ですよね、裏側ももう全体つるっとして、まあ、すごく手触りのいい仕上がりになっております。まあ、一応このループタイなんですけれども、以前ちょっとご紹介させていただいた、あの僕がこれから春夏に向けての、まあ、ジャケットを作りますよというのを、まあ、動画内でやったんですけれども、そのジャケットに合わせようかなと思って買ってみたものなんです。ちょっと今持ってるループタイが、まあ、金属の紐のものだけだったんで、ちょっとこの組紐式のね、ちょっと優しい感じのループタイも欲しいなと思って今回これを購入してみました。買ってみて合わせてみたら、意外とねこういうスーツとかにもバッチリ合う仕様で、結構このアグレットと呼ばれるね、この一番メインとなる飾りのとこも、それなりにちょっと主張のあるものなんで、例えば一アクセサリーとしても映えてくれますし、こっちをこう主役、まあ、メインに据えてもそれはそれでしっかりと目立ってくれるようなものでしたので、ジャケパンスタイルだけではなくて、まあ、こういったスーツスタイルにも合わせられる、まあ、思った以上にちょっと汎用性の高いものなのかなという印象を抱きました。また以前ご紹介させていただいた朝ライクというね、あの緑のジャケットなんですけれども、まあ、そちらが仕上がったら、まあ、それはそれでそれとセットで合わせてご紹介したいと思いますので、まあ、そちらの動画も今後上がった際にはぜひご覧いただければなと思います。最後になるんですが、こちらですね、まあ、僕が購入した値段なんですけども7700円です。まあ、実際、まあ、伊万里焼すごく伝統的な、まあ、焼き物のループタイで、まあ、7700円でしたら、まあ、結構手が出やすい価格なんじゃないかなと思います。やっぱりアクセサリーなんで長いことも使っていただけると思いますし、そんなにこう消耗品っていうものでもないんでね、まあ、そういう面でもすごくファッションに取り入れやすいものなんじゃないかなと思います。では今回はですね、僕が新しく購入したループタイのご紹介をさせていただきました。この動画が参考になったという方はチャンネル登録、そして高評価をよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。